はい、ゆきです。今回はですね、コクワガタの近況報告&こちら、ダイソーのですね、高タンパクキングゼリーという、これはヨーグルト味なんですが、こちらのね、まあ食いつきとかをちょっと、どんな感じなのかっていうのね、まあ、言っていこうかなと思います。それではね、こちらメスの産卵セットになりますが、こちらの状態が今どんな感じかというのを、まあ、毎日ちょくちょく確認はしているんですが、うわ、大変なことになってますね。大変なことになってますね。はい。あれ、昨日までカビは生えてなかったんだが、大変なことになってますね。これわかるかな？ここにね、カビがね、めちゃくちゃ生えてんのよ。これ。この産卵木。産卵木に青カビが生えてますね。これやべえかな？そしてここに、キングゼリーのね、中にこちらいるのが、これメスですね。メスくん生きてるかな？おい。たまにね、窒息してたりするんで。これ大丈夫？これ。完全に入ってるんだけど。下手したらこのまま窒息あるからな。マジで。中に入ってそのまま窒息とかありえるからね。マジで、ちょっと、怖いですよ。ほんと生きてる？これ。あ、生きてはいるね。生きてはいるんだ。うん。生きてはいるっぽいです。ただ、青カビが、かなり生えて、いますね。これどうしたらいいんだろうな。ちょっと青カビ生えましたね。ちょっとやばいですね。産卵木に青カビ生えたのはちょっとやばいですね。水分が多すぎたのか。この木のチップにも、ね、ちょっと青カビ生えてます。これは、やばいですよ。水分量が多すぎたのかな。ちょっと、考えましょう。昨日までは生えてなかったんですが、ちょっとやっぱり水分量が多かったのか、まあ俺基本的に何もしてないんですけどね。霧吹きとかで水は与えてないんですが、おそらく最初に入れたあの、マットに水分を含ませすぎてる可能性がワンチャンありますね。これはちょっとあれだな、問題だな。そして、よいしょ。オスの、ちょっと待ってね。オスの、状況ですね。どうなってるかな？あれ？あ、オスいなくなってる。こちらです。こっちがオスの、飼育ケースになってます。で、この真ん中にね、こちら、キングゼリーの慣れの果てですね。土っていうか、あ、潜ったかな。潜った可能性がありますね。で、こちらは、全く、かびてはいません。あー、かびてる。下を見ると、ここの、チップにカビがありますね。あれ？あいつどこ行ったんだろう？オスがどっかにいるはずやねんけど。どっか行きましたかね？なんか交尾してからね、すっげえ元気がなくてね、今にも死にかけだったんですよ。
あの、オスがね。ちょっとこれは、あの、カビ対策？カビが、やばい気がするんで、ちょっと蓋をね、そこそこ開けて、あの、換気した方がいいかもしれないですね。うん。ちょっと、あ、いるわ。下にいた。いましたね。もう生きてる生きてる。なんか元気になりましたね。なんかね、交尾してからね、数日間ね、ここのね、餌場？このダイソーの巨大の台、餌ブロックみたいな、餌皿なんですけど、ここの中にずーっとうずくまってて、で、ひたすら、この、ここら辺に隠れてて、この、皿から出てこなかったんですよね。もう元気がなくて、ここ自体は登れなかったんですよ。でも普通に今登れてるんで、よかったっす。で、今これ、餌が、キングゼリー、ちょっと追加しましょうね。うん、ちょっと干からび始めてきたんで、しょぼーくなって、ペタペタになってる。こちら、キングゼリーですね。これ、ヨーグルト味となってて、まあ、ダイソーで108円で、18個入りなんですけどね。普通に食べてます。うん。問題はないですね。まあ、一つ問題あるとすれば、まあ、ちょっと水っぽいというのがあります。こちら 16g で18個入りで108円となってて、トレハロースとグルコース配合、動物性タンパク質配合となってて、まあいいんじゃないかなと思うんですけど。まあ。で、こちらね、賞味期限、これ問題な賞味期限なんですが、2019年の5月31日まで持つ。つまり、今から1年と半年以上ですね、持ちます。だから結構、まあ、ほら、なんか、プロゼリーとかさ、ね、無添加とかって書いてあるからあんまり持たないんですけど、これはちゃんと持ちますので、また多分、いろいろなんか入ってるんでしょうね。原材料がグルコース、加糖液、とゲル化剤、括弧増粘多糖類と寒天とトレハロースと脱脂粉乳と動物性タンパク質括弧コラーゲンと乳酸カルシウムとリンゴ果汁とクエン酸と香料括弧ヨーグルトフレーバーと着色料となってます。まあおそらく香料と着色料が割と入ってるんで、まあ昆虫には悪いかもしれないですね。まあ、あんまりよろしくはないですが、まあ、一応持つということですね。持つので、まあ僕は別に、これでいいと思ってます。特に。とりあえずね。とりあえずはいいかなって。で、あと、そうっすね。変えましょうか。まあ、コメントとかでね、このカビ対策をどうしたらいいかっていうのを、いろいろご教授いただくと助かります。あんまりね、僕も素人なんで、今年からカブトムシクワガタは飼い始めたんで、ちょっと、これやばいほど、しかもあれですからね、産卵木に普通についてますからね、産卵木はちょっとやばいです。とりあえずこのゼリーの残骸をと、捨てましてと。メスのゼリーのあの残骸みたいなのも捨てた方がいいかもな。もうゼリー置いてから3日ぐらい経ってるんで、ちょっとやばいかもしれないですね。で、ここに十字に切れ込みをと。ほんとね、たまにね、あのゼリーのね、中でね、溺死してる、可能性があるらしいですからね。気をつけた方がいいです。結構水分量がこのゼリーは多いんで、これどうしたらいいか。こうしたらいいんか。
こう斜めにしたらか。こんな感じで。あんまりこの餌の、あの土台みたいなのはあんまりいらなかったのかな。無駄になんかでかい。まあ隠れ家にはなってんだけど。隠れ家にはなってるからいいんかもしれないですね。ということでね、近況報告でした。まあ、いろいろね、コメントいただけると、ご教授いただくと助かります。それでは、ご視聴ありがとうございました。